さあ始まりましたフィッシングマスター。今回は南伊勢町から三吉丸さんにお世話になります。ということで今回も、一勢さんそしてビートコラボの会ということで、村上さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おへさまよろしくお願いします。今日は、はい、早く釣らんとダメなんですよ、はい、大寒波が今から来るという。そうなんですよ本日、はい、予報です、それがやってくるまでに、ね、帰らないといけないんで。つまり今日の狙いは何でしょう。トンボ、ビンチョウマグロ、はい、やってきましたね。いや結構、この今の状況ってすごいいいみたいで、はい、昨日も船長によると19本取れたみたいなので、ね、やめようそれ話やめようということで今日も頑張ってまいりましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も19本以上釣れるかな言ってるじゃないですか終わり、頑張ります。豊かなフィールドで釣りができる喜び。パーフェクションインフックスオーナー。海上釣り堀さだまるでは美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。さだまる最高。さあやりますか。ポイントつきました。まだ暗い、今まではねこんなのプロトモデル、手書きの顔のやつね、使ってたんですけども、もう完全ラインナップされました。はい、これが製品です。これが380、一応まあトンボ用として320、380、460まで作ってみた。あの 100m ラインのところで餌の反応があるということで、ですがご覧の通り海ももうすでに荒れております。1ノットで流れてるようなのでラインで 200m ほど流してます。今日今使ってるタックルはあのビートの DLX ブース601のプロトなんですけど、かなりトンジギに向いてるかと思います。ジグは 400g のラッシュです。引き抵抗があまりないジグなので、これもトンジギに向いたジグになっていると思います。かなり長時間しゃくり続けるのには楽できるジグですね。それそのしゃくりやであれやな、ただ巻きで海に合わせてるのとあんま変わらんぐらいな。そうですそうです。だからあんまりジグは動いてないと思うんですけど、この角度だとしゃくってても同じかなと。そうやな。竿はプロトの DLX のブース58よりちょっと長くした6フィートの7番クラスの竿を使ってます。ジグはトラストの 400g ゼブラグローを使ってます。厳しいですね。もう糸がちょっと出すぎて棚に入ってない気がします。棚さえあれば多分食う魚なんで。マグロと言われる魚の中で一番釣りやすいですよね。結構そんなにテクニックがあまり。キハダマグロはどうしなかったの。結構私はフォールを意識してやってますね。キハダの場合はトンボも私は最初フォールやってたんですけど、うん、あんま関係ない。結構上げで食ったりとかもするんで。そう、僕みんなフォールって言ってるけど、うん、あのほんまのフォールで食ったことあるけど、しゃくってる方が多い。トンボの場合はそんななんかフォール意識しなくても釣れるような気がします。はい、今回トンジギで、使用するジグはですね、やっと揃いました。猫メタル、重たいところで
それをメインに釣っていきたいなと思います。で260までは、以前までありました、ね、重たい方がすごく効率がいいということで開発しました。で、見てもらったら分かるんですけれども、長くなるにつれてややセミロングチックになっていると思います。引きテープがないように、このようにしてあります。まあラインナップが揃って深いところそれから遠いところまで釣ることができるようになりました。このね重たいところも、今までのメタルと同じように前後ろボトムヘビートップヘビーセッティングで使用します。で大概はねやっぱり中層でこう漂わせたいのでトップヘビーで使用することが多いんだけど、時としてねボトムヘビーばっかり当たる時があるので、まあどちらもやってみたら、一本のジグで両方使います。以上説明終わり。あ、風収まってんな。ねえ、ラインの角度もちょっといい感じですよ。さあ、450から一気に320に下げました。あ、釣れそう。釣れそうな気配は満々ですけど、うん、俺はウルメイワシになる。はぐれウルメイワシ、ピンピンと動かんようにこうふわーっと分からんように泳いでるはずなんですよ。そんな想像しながらしゃくってるんですよ。めっちゃ心細いと思わへん。でも確かにいつも団体行動やのにはぐれイワシだけはなりたくないです。多分こんなやつがおってトゲが出てきたやつが買ったんや、ハリセンボンとか。で片方は毒を持ったやつが買って、はい、俺たち毒ないなと思ったらトゲが出てきたブイーンとか言って長い年月を経て身のかさごみたいなやつ。そうそう。であとは片方は目ん玉を後ろにつけてみたりとか、ちょっと俺後ろ向いてんねん言いながら関係ないわパクって食われてるやつ。俺やろな。いろいろ工夫してみたものの、おい下来た、ほら来た村上さんヒット。イワシになりきって集めましたね。やっぱりはぐれイワシパターンです。さあ今回も大貝さんから借りパクした竿で来てます。借りパクした竿。大貝さん喜んでるはず。多分大丈夫かな。ちょっとゆっくりしますね。はい、そう、ナイス。やばーやばー、イエーイ、よいしょ、やったー、ビリビリ来る、ビリビリ、オッケー、ナイス、ナイス。どうやって来たんですか。喋ってない。はい、5メートルの320。もうガシガシってしゃくった瞬間にゴンって来てましたよね。ほんま、うん、全然覚えてない。私は見ちゃいましたよ。村上さん、トンボって、うん、さっきみたいにこう一人がヒットしたら連発するじゃないですか。するする。その一番最初の人になりたいと思う。なりたい、なりたかったからなれたやん。なりましたよね。めっちゃ嬉しかったよ。釣れたことよりもやった選手生き芸かけたぜっていう。ねえ、思いましたよね。まあ、でもなんかマグロという敷居の高さのイメージとは全然違うよね、このトンボってね。そうですね。初めて行って初めてのジギングで初めてトンボやってすぐ釣れるっていう時もあるもんね。本当にそうですよ。初心者の方とか今この釣れてる時にチャレンジしてほしい釣りですよ。うん、ほんで船酔いしたら寝たらいいんですよ。うんうん、寝たら70。お、俺70におる。お、チャンス。あ、もう、上げてきたらいきなりヒットくれる。はい、ラスト上げてくる。ただ70メーターぐらいでラッシュ上げてくれました。結構大です。今回同戦者の方が釣っていただいたうちのビートのジグはこちらのラッシュとトラストになります。
この2つもあのトンジギとしてはすごくあの有効なジグなんですけど、それにプラスディフューザー R もあります。この3本がトンジギにあの特化した向いたジグになります。まずは1番で、初めに使われるならトラストおすすめかと思います。この中では一番抜けが軽くて、横にしっかり向くジグになってます。でその次に潮が速い時にラッシュが一番使いやすいかと思います。これはあのリアヘビーで、潮が速くても棚に入りやすいジグになってます。でディフューザー R は、しっかり横に向けて滞空時間の長いホールができるので、まあ、しっかり横に向けた方がいい時には一番おすすめかなと思います。ぜひ皆さんもこの3種類を使い分けてトンジギ挑戦してみてください。風がまた吹いてきました。この人流しで終了、まあ、最後の最後までしゃぐりましょう。最後に食え。どこにいるんだよトンボちゃん。終わってもた。釣れた。よかった、一匹釣れた。村上さん、林さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事、村上さんは、まあね、ご定されました。いやいや、もう運良かったです。毎回釣ってますよね。はい、毎回釣ってる。ねえ。うん、とりあえず何の秘訣があるの。何の秘訣もないほんまにない。あの猫メタルと僕が相性いいだけ、うん、それしか使わないじゃないですか。そう、もう言ったら迷いがないだけで、うん、あと着るだけなんで、多分トンボはね、まあ、ほんまに一応簡単じゃないですか。で、あのテクニックを考えれば考えるほど釣れなくなると、もう僕は見切ってるので、はい、ただ適当にちょっと飽きたらちょっとシャンシャンってやって、うん、ペース乗ってる時は綺麗なワンピックやってぐらいの感じで、はい、まあ釣れたらね、偉そうに。いやもうあの途中のやったっていう声がね、はい、聞こえてきたんで、私もその波に乗りたかったですよね、おはさん。まあ次回リベンジということで、はい、またリベンジしましょう。また行きましょう。はい、ということで今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。